花田優衣は熊本県熊本市出身の元女子プロバスケットボール選手である。ポジションはガード。小学校でバスケットボールをはじめ、長崎女子高等学校からジャパンエナジーに入社。年代別日本代表として国際大会に出場。一方、ジョモではスタメン出場1試合にとどまるもののシックスウーマンとしてチームを支えた。2006年、ジョモを退社。 海外を目指しストリートやクラブチームでプレーを続け2007年には日本人女子選手として初めて ABA のサマーリーグに参加2008年にはワンバロサンゼルススパークスのトライアウトに合格を果たすがビザ等の関係でロースター登録には至らなかったこのシーズンは米独立リーグ WBCBL でプレー。この年にはチャレンジ大分国体に 長崎県代表として出場3位となる。2009年には BJ リーグ合同トライアウトに参加。女子として初めて通過を果たすが契約に至らず。同年中国女子バスケットボールリーグの関東三米警部と契約。日本人の中国リーグでのプレイは男女通じて初。現在は長崎県のクラブチームストレッチに所属。ありがとうございます。